秘術を教えてはもらえませんか。何度も申しているであろう、知らぬ。余が語るべきことではない。どこまでも強情を張ると、生贄の数が増えるばかりでございますよ。ウルズーグ、貴様、この国の兵隊は何とも不甲斐ない。何事じゃ、スカルディ。バレンタインの王女だ。あの女がここに乗り込んでくる。何とも勇ましい。コルネリウス様の恋のお相手でしたな、王。あの女とインベイはバレンタインの血を引きながら、実は王大院の隠し子だ。それは因果な決闘だな。その女も捕らえれば、大台はグーの根も出まい。だが、あれの鎖は難物だぞ。ベルドーの元に連れて行こう。竜が相手では無傷というわけにはいくまい。いや、構わぬ。生きていさえすればいい。来たぞ、幕やれ。あなたは黙っていてもらいますよ。何か喋れば分かっておりますな。バレンタイン王の孫娘、ベルベットでございます。タイタニア王、どうぞ押し入ったご無礼をお許しください。何故このような真似を。コルネリウス様が呪われた姿でタイタニアに戻られたと聞きました。一目で構いません。コルネリウス様に会わせてくださいませ。タイタニアを騒がせた罪は罪だが、王も鬼ではない。王子のことは我らも驚きを隠せん。まことの恋とやらは穏やかに実を結ばぬというではないか。王もお前のささやかな望みを叶えるにやぶさかではありますまい。王子の音まで案内しよう。ついてまいり。罠にかかりおった。